信が第一次戦力外通告、高山、北条、板山、山本、小林、美穂、渡辺優、望月の8選手。阪神、高山俊、北条文也ら8選手に戦力外通告、2人は現役続行を希望。阪神は3日、美穂明投手33、小林圭介投手30、渡辺雄大投手32、山本康弘内野手29、北条文也内野手29、高山俊外野手。残党なメンバーだな。高浜が入らなかったのは意外だけど、トレードで取ったやつはすぐに切る気なしか。一応高浜は27歳でまだ20代やからね。小林は切るのもったいないだろ。ゲンドラにも使えるし、残っても雑に乱用できるのに。小林はどこか取るだろう。小林もファームのセーブ王なのにどうすんだろう。残しておいてもいい気がするが、右のパワーピッチャーいうほど余ってないだろう。阪神は板山も一旦かW。高山、北条、板山、山本、小林、美穂、渡辺優、望月が戦力外ということは、現役ドラフトは誰になるんやろ。秋山、上田あたりかな。こんなにがっつり切って現役ドラフト要員は誰なんだろう。バッサリいくねえ。今年のゲンドラ誰になるんだろうな。これん陽川のようにある程度一軍戦力で使われてたやつでしょ。島田かババあたり。ゲンドラ島田説。小林切るのやばいと思うわ。二歩も切るなら余計に二軍回せんぞ。昨年も切りすぎたせいで苦労したやん。戦力外また疲労当てあるんか知らんけど。支配下の枠空きまくりだけど、今年のドラフトは8人ぐらい取るつもりなんだろうか。終盤そこそ打ってた片山は残ったかW。捕手が多いわけでもないし、一塁もできるからドラフト次第。やはり糸原あたりがゲンドラになるんか。そういえば全員ウエスタンの最終戦出てたな。内外野の便利や板山、内野の便利や山本。この2人抜けても2軍大丈夫なんか。片山いらんて、山本のが2軍回しには有用やろ。望月戦力外はない。阪神はそういう球団とか言ってた人おったけど、普通に切られてるな。たまにそういう根拠のない言い張りする人いるよね。二軍を回すことなんて大して重要ではないんだろう。片山は生き残ったか。捕手は長生きするね。小林と二歩のおかげで今年の二軍は投手不足なのに乗り切れた。予告ししまくりで若手の消耗は随分防げた。現役ドラフト、阪神はマジで大竹のお礼として遵守力出すのかな。まあ今年は育成大量に取るみたいだし、今後も若手中心で行くんやろな。小林はゲンドラ要員いけたんちゃう。まあメンツは割と順当やし仕方ないけど、片山は捕手7人しかいないから切れんよ。仮に1人ドラフトで取ってもまだ安泰なくらい。地味に岩田が使い道ないと思う。出したら打たれるで、二軍回しにも役に立ってなかった。山本は慶応ということもあったのかな。わらどんでんは早稲田派閥だしは。高浜レベルで残すならもうトレードしない方がいいな。ゲンドラは誰に出すんだろう。ドラフト結構な人数指名しそうだな。横田の友達枠の選手ガンガン切られてるやん。若手固定したメンバーで優勝してしまったし、30前後で2軍から抜け出せないやつはもうね。ファーム新しくなる前に一掃せな感あるな。戦力外来たな。小林は間違いなく拾うとこあるやろ。1軍でもちょっとしか投げてないけど悪くなかったし、2軍では普通に良かったし、他は知らん。山本切られたんか。思ったよりバッサリでびっくり。板山、山本、小林は残ると思ってたわ。幸運の置物と言われていた小林をいとも簡単に手放してよいんかね。山本の嫁さん、板山解雇やるやんけ。高山、北条、板山、山本、小林、渡辺優あたりは他球団で欲しいとこあるやろ。それより現役ドラフト誰になるか気になるわ。秋山、上田、島田、糸原の誰かだと思うけど、さすがにドラ1の馬場は出さんわな。山本は矢の案件やし、やっぱり元巨人の選手は冷遇されるんやな。山本切るのか。これは現役ドラフトなかなかの選手出すことになるな。高浜と渡辺じゃない。野口が支配下になる見込みかもな。秋と春のキャンプ次第か。ゲンドラ候補秋山、岩田、
豊田、高浜。二軍でくすぶってるようなの出産やろ。今年版の八日はお探そう。高浜は今年はゲンドラの対象外や。うちが30歳がデッドラインって嘘みたいやな。ちょっと前までなるおじだらけやったのにわら。もう30以上が数えるくらいしかいないからな。 W 現役続行する気あるならもっと早く切ってやればええのにな。お互いにええやろ。金本チルドレンが一気に消えたな。小林首やんけ。わら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 。島田も戦力外レベルのスペックやのに、ゲンドラ秋山の可能性が高まってきたな。いや、これだけ切ったらゲンドラは小野寺、ババも普通に可能性あるは思ったよりドライになってきてるな。昔とは違う。小野寺ゲンドラやったらアホやろ。一軍でもバリバリ結果残しててわけが違うぞ。ヨウカは出したやろ。上位指名狙うならありえるぞ。結局外国人いるから内田と対して出れないから野口もいるし、ヨウカはなんて年取ってたし全然成績良くなかったがな。小野寺は若いしヨウカはよりはるかに打ててるし全然違う。片山はよっぽど人間的に引きつけるものがあるんだろう。直球三振王子もええやろ。もうどんでんの取捨選択は秋だよ。春に二軍キャンプに振り分けられたらほぼ無理。小野寺は奇跡。これがまだ第一次やろう。第二次であと8人ぐらい追加あるで。一次でこんなに戦力外か。とりあえず岡田が1年目は野手をしっかり見極めしたかったんかな。野手4枠投手3枠開けたか。片山は好かれとるな。関本の言う通り捕手は首になりにくい。片山は今年結構打っとるしファーストもできるからな。残ると思ってた。ドラフトで捕手確保できたら片山も危ないかもしれん。ただ捕手は切りにくいわな。去年切らんかった分一気に切ったよな。去年は切る必要がなかったからね。外人に割いてた枠を減らしたからそんなに切る必要がなかった。阪急のおかげなのか阪神本と変わったな。今年は育成も多めに取るんやろ。まあバッサリいったわね。ついに板山ぐったいか。ゲンドラマジで出血するつもりやな。ババクラス放出や。鍋よとかいらんのだが残すなら1軍には呼ばないで2軍の戦力で来年クビにしてくれ。日本にホタマクロを解雇かよ。非常な球団だな。板山とかいつ見ても三振のイメージしかない。望月やかんかもう休息ないの。ないやガラガラやん。